皆さんこんにちは、山沢です。本日なんだけども、タイトルにもある通り、新事業を始めます。で、今やってきてるメインの事業っていうのが、スポーツサプリメントブランドのレイズと24時間ジムのフィットプレス24。この2つがメインの事業になるんだけども、どちらもね、皆さんのおかげで本当に順調でして、まあ、レイズに関しては、まだ販売開始してから1年ぐらいなんだけど、なんとですね、シリーズ累計200万個を突破しまして、さらにアマゾンの2023年消費財カテゴリーっていう部門で最優秀賞をいただきました。この最優秀賞ってアマゾンで最も成功したブランドの一つに贈られるんだけど、なんかアマゾンの事業者登録数ってね16万社ぐらいって言われてるんだけど、そのうちの4社が最優秀賞として選ばれるので、レイズ商品ね買ってくれてる方ありがとうございます。そしてね、月額2キュッパジムフィットプレス24なんだけど、昨年の2月11日にオープンして、1号店オープンから現在は74店舗の出店が確定しましたね。今年間違いなく100店舗をね完成させて全国にお届けできる状態でございます。だしね、本当にこの1年2年の中でものすごく事業が急成長していて、それも本当にね一緒に働いてくれてるスタッフの皆様、フィットプレイスのね FC オーナーの皆様、ジムの会員の皆様、視聴者の皆様と本当にねこれまで支えてくださりありがとうございます。で、新規事業の前にさ、このレイズとフィットプレイスがなんでこんだけうまくいってるかっていうのが、まあ、改めて自分自身で考えた時に、10年前の自分が喜ぶサービスっていうのを意識して僕作ってきてるのね。10年前僕はほんとフリーターだったんですよ。ニートだった時期もたくさんあります。いろんな土地を転々したりね、仕事も転々したりしたんで、ただそんな10年前のお金がなかった自分でも買えるプロテイン、通えるジム、そういったサービスを突き詰めたから、今これだけ多くの人に受け入れてもらえてるんじゃないかなとも思うし、僕本当にプロテインってもう15年前ぐらいから飲み始めてるんだけど、当時ね1キロ6000円とかもっと高いのを買ってた気がする。しかも美味しくなかったんですよ昔は。でジムも20歳か22ぐらいの時から通い始めてるんだけどね、今もある某大手ジムだったけど、やっぱ月会費1万円ぐらいしたんですよ。なんかジム代とプロテイン代ってシャレになんないでしょ。そうだけど、その経験がやっぱあったからこそ、僕がずっとさお金持ちで育ってきてたら今みたいなサービスってね生まれてないかもしれないので、きっとね僕の YouTube を見てくれてる方って、あの時の自分のようにね若くてまだ何もないけど、それでも何者かになりたい、夢があるとかね、まあそういう人の方がきっと多いんじゃないかなと思うから。で、ちょっと前置きが長くなってしまったんですが、新しい挑戦、新規事業としてスポーツブランドを立ち上げることにしました。まあこのブランドの名前だったりコンセプトだったりを考えるのにめちゃくちゃ時間かかったんですよ。もうスポーツアパレルをやるっていうのは実は2年前ぐらいから構想してたことなんですね。だからみんなにもその思いのところを聞いてほしいんだけども、まずブランド名が今着てるやつね、エヴァンでございます。で、エヴァンのブランドキャッチがライジングトゥーザライト、意味はね右肩上がりでございます。で、この VANE は翼っていう意味があるのと、日本語で読むとバネって読めるじゃないですか。そして E はエンパワー、力を与えるって意味なんで、エヴァンのホームページに書いてあるやつなんだけども、行き先の見えない世の中、自分の直感を信じて風向きを読み挑戦し続け、いかなる壁も越えていく、人々に力を与える、それがエヴァン。その思いを右肩に上がっていくエヴァンのアイコンに集約し、全てにおいて肌に心地よくバネのように伸縮性のある素材を採用、世代や常識にとらわれず常に壁を乗り越えてポジティブに飛躍し続けていく人たちへ、ライジングトゥーザライト、エヴァン。いかがでしょうか。もうエヴァンっていうロゴの名前も気に入ってるし、ライジングトゥーザライト右肩上がりもね、そしてこのロゴに表された挑戦し続ける姿だったりね、右肩上がりしてく様子をロゴで表してるんだけど、なんかこれもやっぱ僕昔からほんと変わってない、まあ、知ってる方もいると思うんだけど、レイっていうアパレルを僕作ってたのね。それもこう目標に向かってね進んでくっていう、そういうコンセプトで作ってきたし、そのただほらレイもうやめちゃうんですかっていう声があるんで、だけど今までやってできたアパレルのもうやり方だとやっぱ日本中の人には届けられない、まあ、この僕エヴァンっていうのはもうほんと日本を代表するスポーツウェアにしたいっていう思いがやっぱ2年前ぐらいからあったから、あ、これはもう今までのやり方とは大きく変えなきゃなっていう、なのでもう従来やってきた数百枚作って販売するっていうもうレベルじゃなくて、もう最初から何万っていう単位で今回エヴァンやりますから、本当に結構大きな挑戦だし、もうガチでアパレル市場で勝負しに行くっていう感じです。で、ちょっと自分の過去の話とかをするけど、僕ってね、正直ほんと落ちこぼれで割と育ってきてる。勉強なんてしてこなかったのもそうだし、昔から好きなことしか頑張れなかったから体操だけ頑張ってきたのね、子供の時から。だけど、その体操って僕挫折続きで、そもそも小学生から始めた時には、僕の2個下に全国中学で優勝するような男の子が2人いたの。で、ちょっと僕は体操始めるの遅かった。
ったから、いつかその子たちに勝つんだっていう風に小中高ってやってきたけど、一回も勝てたことないの。むしろ差は開いたね。だから県大会とか出てもさ、最高でやっぱ3位ぐらいまでしかならないの。絶対に1番になれない。で、しかも県で3位ってね、凄そうに聞こえるけど、もう関東とか全国とか行ったら全然下の方なの。それでも体操でプロになるの諦められなくて、社会人までやったし、でも全然ダメで、でそれでも諦められないからさ、シルクドソレイユに入るんだっていう夢を抱いてさ、22歳の時にオーディション受けて、27歳の時にオーディション受けて、で、29歳の時に、やっと入れたんですよ。トーテムっていうショーに出演する契約で入ってさ、日本公演から始まって世界ツアーってする予定だったのに、もうあと一歩のところでステージには立てずに日本に帰ってきてさ、まあ、そっから YouTube 本格的にやったり、だけどじゃあ YouTube でさ、うんと成功してるかって言ったら、7年やってまだ93万人ですよ。フィジークもやってきてるけど、それも7年やって、まあ一応ね、優勝経験もあるし、5、4、3、2、1全部1回ずつ成績はあるけど、でもプロクオリファーみたいなレベルが高いところに出るとボロボロに負けちゃうし、だから何一つ僕は一番になれる素質がないんですよ。だけど一つだけ言えることは、自分がこれだって思ったことは、どんなことも諦めずに前向きにやってきたと思う。シルクドソレイユなんか入れるわけないよ、たくさんに言われたし、起業するときもさ、世の中そんな甘くないよってたくさん言われたんだけど、だけど、絶対に自分ならできるなんて思わなかった僕は。思わなかったりなんでやったかっていうと、もう何かになる、何かに挑戦する以外は、もう底辺でいるしかなかったから。だからこの底辺から、もう上がってくか、底辺のままいるか、そういった選択肢しかない人生を送ってきたから、だから特別自分に自信があったわけじゃなかったけど、もう、這い上がっていくしかないっていうね、上がっていくしかないんだっていう、そういう思いでずっと人生生きてきてるから、だからね、このエヴァンっていうブランドがね、こう、誰かのモチベになるようなブランド、誰かの背中を押せるようなブランドになるようにしたいと、そんな思いでこのブランドを作りました。そして詳しい商品なんだけど、初回ね、5点ございます。T シャツがオーバーサイズとスリムフィットの2種類で、で、今着てるタンクトップ。で、ジョガーパンツとショートパンツになるんだけど、ちょっと着てこうか。まあ、これ今着てるのがまずタンクトップね。ロゴがあって。で、ここね、僕あんまりこうガッツリ開いてるの好きじゃなくて開けすぎてないのと、あと脇のところにスリット入れてるのとね。生地は、めちゃめちゃ伸びて速乾性があるやつだから、トレーニング中はもう欠かさずこれ着るでしょ？で、これがスリムフィット。僕が着てるの全部 M サイズね。ロゴがね、センターじゃなくてこう横でちょっとロゴ大きめになってるのと、こんな感じだね。で、これがオーバーサイズ T ね。まあ、僕が着るとオーバーじゃないんだけど、そんなに。で、今体重75キロあるから、で、首少しきつくなりすぎないようにね、ゆったりめになってます。で、ショートパンツが左下にロゴがあって、ポケットがね、両サイドと後ろにもあります。生地はちょっと厚め。と、これがジョガーパンツね、ロゴが入ってて、両サイドにね、チャックついてます。筋トレ中に携帯落ちないように。今回後ろはポッケなし。で、この価格の部分、めちゃめちゃ安いなって思っていただけたんじゃないかなと思うんだけど、僕が今までやってきたレイのブランドも、T シャツ1枚6000円ぐらいとか、ジョガーパンツね、1万円とかで出してきたんだけど、で、他のインフルエンサーさんがやられてるブランドも、格安な商品ってないでしょ、あんまり。じゃあ今回なんでこんな安く出せるのかっていうことなんだけど、まあ、今までの事業の実績とか、あと販売枚数がとんでもないっていう、まあ、シンプルにそれもあるんだけど、単純に利益をかなり削りました。これただ心配しないでほしいのが、安いから生地が良くないとか、そういうことは全くなくて、むしろ一流ブランドと同じ素材使ってます。なので、本当に品質がいいものを安くお届けするっていうコンセプトでやっていきたいっていう、もうその思いがあるから、だからね、ほんと試しに一回買ってほしいなと思います。なんで、本格的にもうこのアパレルやるって決めてるから、もう毎月新作も出てくし、デザインもどんどん新しいものが出てくし、あとついでに今後の展望のことを話すけど、このアパレルの直営店出していくの夢なんですよ。だからまずは東京からスタートするけどさ、渋谷とか表参道とかそういうところに出せるかわかんないけど、ある程度商品が揃ったら実店舗っていうのも作っていこうと思ってますので、はい、もうめちゃくちゃ本気です。このエヴァン、一インフルエンサーがやるファンに向けたブランドじゃなくて、もう僕のこと知らない人にも届けたい。何十万人っていう人が、このね、ブランドを着てくれるようになるように、ちょっと本気のアパレル事業としてやってきますので、皆様、エヴァンをよろしくお願いします。概要欄にね、リンク貼ってありますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。